ワジ・トミラットとつながるファラオの運河ワジ・トミラットは、ナイル川デルタから東に 50km 離れた場所に、ある乾燥した川の谷で、戦死時代、それはナイル川の支流の一つでした。それは、現代のイスマイリアの地域から始まり、そこから西へと続きます。古代には、これはエジプトと東をつなぐ、キャラバン貿易のための主要な交通路でした。 ファラオの運がそこに建設されました。現代でも少量の水がバジに沿って流れています。アラビア語の名前、バジ・トゥミラットは古代アトゥム神の重要な寺院の地域での存在を反映していると考えられています。バディ・トゥミラットにはいくつかの古代集落の遺跡があります。発掘された最も初期の遺跡はエジプト戦王朝時代から、 初期王朝時代にまで遡るケイハールハッサンディウッドの遺跡です。エジプト新王国時代の後半、テルエルレタバには要塞化された場所がありました。しかし、その後、エジプト第26王朝期に主要な拠点と砦を建設するためにピトムまで東へ1 2トル移動したと言われています。猫2世はナイル川のペルシアック支流から航海まで、 航行可能な運河を切断するという野心的なプロジェクトを開始しましたが、完了したことはないかもしれません。猫運河は、スエズ運河の最も初期の先駆者であり、ワディトミラットを通過しました。猫が、デルエル・マスクータに、チェクのアトゥブの家と訳されるペルテムチェクの新しい都市を設立したのは、新しい活動に関連していた。1820年頃、 エジプトのオスマン帝国総督であるエジプトのムハンマドアリは500人のシリア人をワジに連れて行き、養蚕用のクワの木を栽培するための線の先屋を建設するための動物と労働力を備えました。灌漑システムは既存の運河を清掃し、深くすることによって修復されました。労働は農民に強制的に働かせることによって提供された。ワジのシャカフィアに運河と その運営にも関係していると伝承されている。テルエル・ゲベルの遺跡は、ほとんどが、ローマ時代のものです。1930年、カイロのドイツ研究所のチームがワディ・トゥ・ミラットの調査を実施しました。その後、いくつかのヒクソスの墓も、テルエッサハワの地域で発見されました。ワージ・トゥ・ミラット・テルエル・マスクータでの近代的な発掘は、トロント大学のワージ・トゥ・ミラットプロジェクトによって、 ジョン・ホラデーの指導の下で行われました。彼らは1978年から1985年までの5シーズンにわたって働きました。ワジでは、考古学的に重要な35の遺跡が確認されています。ワジの3つの大きなテルは、テル・エール、マスコ・ヒュータ、テル・イ・アール、リタバ、テル・シャコフィアです。 テル・イー・アール・リー・パバは、ジョンズ・ホップキンス大学の考古学者ハンス・ゴアディックによって調査されました。ウィリアム・エイチ・スワードの世界中の旅ワジ・トゥ・ミラットについて、聖書で、いくつか言及されています。例えば、古代のピトムはここにあると信じられています。ワージ・トゥ・ミラットの生誕は、五神の土地の一部として認識されています。エジプトとカナンの間の市内半島を横断する、 古代の通過ルートとして機能する工作可能な土地であるアジトゥミラットは聖書に登場するアシュールの道と考えられています。聖書学者エドゥアード・ナビルは聖書に書かれているワジトゥミラットの場所を特定しました。旧約聖書に登場するガド族のマチスコテ、古代エジプトのノモスであると考えられています。ありがとうございます。